今日はまたこの倒木を、こういうチェーンソーの使い方は普通上から切っていって、こんな重たい木をなかなか回せませんよね。あと分かりますかね、チェーンソーがね、振動が大きいんですよね。取れないんで大ハンマーで叩きます。何回も弾かれますが諦めません。薪割りには意地が必要です。はい、というわけでね、今日はまたこの倒木を取りに来ました。倒木というか薪にしようと思ってね、芯の方は腐ってないので、薪になると思います。前回もね、前回というかちょっと前も、取りに来た動画を、アップしてますのでね、まあ、そちらもご覧いただきたいと思いますけども、まあ、その続きということでちょっと、時間が空きましたが、またこれをね切って持って帰るまで、お送りしてみたいと思います。それで今日はですね、マイクを、ワイヤレスマイクを自分につけたので、よいしょと、ちょっと三脚に固定して、どうかな、これで三脚に固定して、これでワイヤレスマイクで喋りながら、はい、すいません、今回はねナレーションじゃなくて喋りながら作業をして、そのままをね動画にしようと思ってたんですが、スマホに取り付けたワイヤレスマイクの設定が良くなかったみたいで、マイクが生きていませんでした。なのでここからはね、いつも通りナレーションを後付けでお送りします。ファクトリー Q、 チェーンソーを使って玉切りしていきます。まずはね、これ倒木で表面がね腐ってるので、その腐った部分をね、まずチェーンソーで削っていきたいと思います。おっと、いきなりなんですが、これは電線ですよね。何かを固定するのに針金代わりに使ったようなんですけども、山の中だとねこういうことが意外とあるんですね。今とっさに電線を取っちゃいましたが、本当はねエンジンを切ってからじゃないと危ないですよね。まあ今回は大事に至らなくてよかったですけどもね。はい、表面を薄く削っていきます。腐っている部分は柔らかいんでね、切り取るのは簡単です。こういうチェーンソーの使い方はキックバックが起きやすいんでね、十分注意が必要です。とりあえずね、表面の腐っているところだけ切っています。これでね、なんとなく一皮むけたような感じになったんで、ここから玉切りしていきます。前回は玉切りした後に腐った部分を斧で削っていったんですが、斧で削るよりね、チェーンソーで切った方が早いなって後で気がつきまして、今回はこの方法でやっていきます。さすがにコナラは硬いんでね、なかなか切れないのと、あと分かりますかね、チェーンソーがね振動が大きいんですよね。総チェーンが引っかかってるような感じなんですよね。今回ね、倒木を玉切りするっていうことでちょっと気がついたことがありまして、また CG を使ってちょっとご説明したいと思います。それはね、倒木は玉切りしやすいっていうことなんですが、普通上から切っていって地面を切ってしまうとチェーンソーがダメになるので、途中で止めて飛び口などで丸太を回してもう一度反対側から切ると思うんですが、こんな重たい木をなかなか回せませんよね。一苦労すると思います。
それに対してこの倒木の場合はですね、周りが半分腐っていて柔らかいんですね。なので完全に一番下まで切らなくてもですね、硬い部分だけ切れていれば、あとは少し力を加えれば分割することができます。実際にその様子をね、ご覧ください。これで硬い部分は全部切りましたが、一番下までは切っていません。動かしてみます。これなら総チェーンを傷める心配もないですね。木の裏だった部分の腐った部分を取り除きます。こういう時はね、ちょっとキックバックに気をつける必要があります。この矢印のところがね、チェーンソーの先端に当たりそうなんでね、切り取る部分は柔らかいので、それほどエンジンを吹かす必要はありません。加減をしながらキックバックに気をつけて作業します。これで一つ玉切りができましたね。真ん中の方はしっかりしているので、ちゃんとした薪になると思います。ファクトリー9、残りも同じように切っていきたいと思います。まずは腐った柔らかい部分を取り除くために、一周ぐるっとチェーンソーで切り込みを入れます。ここにね、ちょっと邪魔な細い木があるんで取り除きます。多分これも倒木の一部だと思うんですが、ここはねちょっと鎖がひどいんで薪にはなりそうにありません。柔らかい部分はね、チェーンソーで切り取るのは簡単ですね。やっぱり斧で削り取るよりはね、この方が楽ですね。さっきと同じように硬い部分だけ切ります。これで硬い部分は切れましたんで、少し蹴飛ばせば取れるかなと。取れないんで大ハンマーで叩きます。この裏側もチェーンソーで削るんですが、ここには小石が挟まってる時があるんで、様子を見ながら少しずつ削ります。はい、これで2個目が取れました。ファクトリー9、同じようにどんどん玉切りしていきます。今度はですね、使えそうな部分だけ切って、先にね、腐っている柔らかい部分をね、取っちゃいたいと思います。それでは小さく玉切りしていきます。この辺りになるとね、もうチェーンソーの切れ味が悪くなって、ちょっと押し付けすぎると切れなくなっちゃいますね。もしかしたらね、多少砂のようなものも切ってしまったのかもしれません。
ちょっとね足場が悪いんで引き出して手前で切ります。これでね、玉切りが全部できました。あと1球。このままトラックに乗せるにはね、ちょっと重すぎるんで半分にね、割りたいと思います。やっぱりコナラはね、すごく硬いんでくさびが入ってきません。ようやくこれでね、くさびがセットできましたが、叩いてみるとですね、まあこんな感じなんですよね。でもこれをね、諦めずにやるんです。はい、何回も弾かれますが諦めません。今度はね、少しずつ少しずつ打ち込みます。はい、少しずつ弱い力で打ち込みます。この辺でそろそろ力を入れようかなと思って力を入れて叩くとこういうことなんですよね。巻き割りはね、焦っちゃダメです。本当に ダメだって言ってるのにね。もちろんね、思いっきり力を入れて打った方がいい時もあるんですが、今回はね違うんですよね。最初のくさびがなかなか入っていかない時は逆にね、力を抜いて緩い力で少しずつ打つと、その方がね入るんですよね。はい、こんな感じです。これでね、少しずつ入っていってます。これでね、割れ目ができたんで、もう一本くさびを入れます。もうこれで割れますね。あまり力を入れてないの分かりますかね。はい、半分にできました。これならね、トラックに乗せられそうです。この同じことをね、何個やるんでしょうか。あと6個ぐらいあるのかな。もうね、だいぶ疲れてるんで、ちょっとね、ここで休憩です。本当はね、もっとすぐ終わると思ったんですけどもね、意外と時間がかかっています。あと1球。さっきね、くさびがなかなか入っていかないのがもう分かったんで、先にね、チェーンソーで切れ目を入れて、それからくさびを打ちたいと思います。残り6個をね、全部まずは切れ目を入れてしまいます。これでね、くさびを打ち込みますが、なかなか割れないものもね、あるんですけどもね。こんな感じでね、なかなか割れない時もあるんで、こういう時にはね、気持ちを入れ替えて他のやつをやってみたりします。これは結構簡単に割れましたね。こういう風にね、割れるときはスパーンと簡単に割れるんですけどもね、まあ中の木目の具合で割れたり割れなかったりいろいろあります。他のやつは簡単に割れたんですけどもね、最初のこれだけ割れにくいんで、ちょっとね、場所を変えてみて
安定のいいところで割ってみたいと思います。なかなか難しいですねこれ。まあでもね、やっぱり諦めない、諦めずに叩いていればいつかは割れます。少しずつでも叩いていけばね、小さいひびがね少しずつ入っていくんだと思うんですよね。いつかは割れます。巻き割りには意地が必要です。割れるまでの意地をどうぞご覧ください。1回2回叩いても割れなくてもね、何十回も叩いているうちに割れると。巻き割りは意地で頑張ればなんとかなります。あと1球半分に割ってあるんでね、まあなんとか持ち上げて軽トラに乗せることはできるんですが、無理をすると腰をやっちゃうんでね、こんな感じで一旦下に置いた巻きの上に乗せて、それから荷台に乗せます。もうね、今シーズンの巻き集めはこれで終わりかなと思います。結構今年もたくさん集められたんで、積んでおく巻き棚が足りないぐらいなんですよね。巻きの保管方法をね、また考えないといけません。もうすぐ梅雨ってこともあるんですが、ちょっとね、今回は割った巻きをね、雨ざらしにしてみようかなとも思っています。一旦雨ざらしにしといた方が早く乾くと、そういう情報もあるんですよね。まあちょうどね、巻き棚がないんで、今年はね、ちょっと雨ざらしの巻きを作ってみたいと思います。今回の動画いかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどお願いしたいと思います。